シーザーズ・アトランティック・シティとは、アメリカ合衆国ニュージャージン州アトランティック・シティにある、カジノホテル。もともとは、ハワード・ジョンソンズが保有する、レージェンシー・モーターホテルで、1977年に、シーザーズ・エンターテインメントが買い取り、カジノホテルに改装して1979年6月26日に、オープンした。最初に開業した、 リゾーツカジノホテルに次ぐアトランティックシティに二つ目のカジノホテルとなった。買取時は425室で、改装時に7階を増築し客室を548室追加した。1985年に1540人を収容するサーカスマキシムスシアターがオープン。フランクシュナトラ、ダイアナロス、ライザ・ミネリ、メアリー・ジェイ・ブライジ、バディ・ハケット、アン・マーグレット、 ポール・アンカ、ライオネル・リッチー、ティナ・ターナー、ダニー・オズモンド、セリーヌ・ディオンをはじめとする多くの歌手やコメディアンが、コンサートやショーを行った。1987年に、シーザーズ・アトランティック・シティに名称を変更。1990年から2000年代にかけて、改装を開始。1997年には25階建て610室の、センチュリオン・タワーが完成。 2006年から2008年に大幅改装工事を実施し、外観をローマ帝国風に改装し、駐車場を大幅に増やした。ありがとうございます。